あの、まあ、結果から言うと 8-2 で木山君。まず、まあ、ケラフフ のストライカー対ストライカーでの実績の、はい、まあ、勝率と、あと、まあ、じゃあ堀江君と朝倉未来と、まあ、鈴木チーフ同じストライカーを並べたときに受けの強さだったり MMA の完成度誰が一番高いかというときに鈴木千尋選手がやっぱその2人に比べて落ちると思います、はい、過去の実績とそういうのも含めて不利な展開というのはすごく多いと思いますし、鈴木千尋選手はピトブル選手に勝った展開にはならないのかなと。鈴木千尋選手が勝つならばあの展開に持っていって、まあ、ストライキングでやっつけるっていう展開が一番理想だと思うし、まあ、その展開っていうのはケラモフは持っていかないと思う。まあ、その中でも 20% 可能性があるなのは、まあ、ケラモフのテクダウンをしのいで、寝技もしのいでケラモフが消耗したところで当てちゃうっていうのはゼロではない可能性はもちろんありますので。